山風。山風は、日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦。山風は、白津湯型駆逐艦の8番艦、海風型駆逐艦、改め白津湯型2番艦である。この名を持つ日本海軍の艦船としては、海風型駆逐艦、山風に続いて2隻目。初代山風は、第8号総改定と改め。本艦イカハクロ型4隻、海風、山風。 航風、両風は第24駆逐隊を編成し、太平洋戦争初戦ではフィリピン攻略戦やライン作戦に参加。本艦はスラバヤ沖海戦でも活躍した。ミッドウェイ作戦では主力部隊、警戒部隊のタンカーを護衛する。同作戦終了直後の1942年、昭和17年6月下旬、日本本土近海で、 米戦水艦のオチラスの雷撃により沈没。白津湯型最初の喪失艦となった。1934年、昭和9年11月24日、日本海軍は、浦賀選挙で、建造予定の駆逐艦を、山風、藤永伝造船所で、建造予定の駆逐艦を、甲風、波風、大鳥型水雷艇三隻に、それぞれ艦名を与える。同日付で、 六席、山風、甲風、日踊り、春、笠詐第十八号総改定は、それぞれ官邸類別等級表に登録された。本館は、浦賀選挙で1935年、昭和10年5月25日に寄港。1936年、昭和11年2月21日浸水。当時の浦賀選挙は白露型方三席、しぐれ、さみだれ。 山風を同時に建造していた。7月1日、日本海軍は、野間口県知少佐、前職、駆逐観察機関長を山風偽装委員長に任命した。1937年、昭和12年1月21日、浦賀選挙に山風偽装委員事務所を設置。5月31日、姉妹艦二隻、甲風、海風により、 第24駆逐隊が編成される、司令急走米次郎大佐。初代司令駆逐艦は、降風。降風は、本艦よりも先に竣工していたのである。編成直後の第24駆逐隊は、佐世保警備戦隊に編入。同戦隊は、戦艦、混合、巡洋艦、良行、ながら、北上、第24駆逐隊、第23駆逐隊、菊月、 三日月、餅月、夕月、第29駆逐隊、追い風、疾風となった。6月30日、山風は春行した。同日で、野間口偽装委員長は、山風駆逐艦長、初代となる。佐世保鎮守府所属。春行と同時に、佐世保へ開港。山風は6月30日で、姉妹艦、両風は8月31日で、順次。 第24駆逐隊に編入される。7月18日に四区司令駆逐艦は、降風から山風に変更。7月28日、各艦各隊、病校、北上、第23駆逐隊、第24駆逐隊、第29駆逐隊は、佐世保警備船隊から除かれた。第24駆逐隊の初実戦は、第二次上海事変、昭和12年だった。 中国大陸沿岸に進出後、同年9月2日には、京準2隻、ユラ、キヌ、小型艦艇、コピ、ハル春雨、海風、山風、チドリで大地砲撃を実施する。10月20日、シナ方面艦隊の編成とともに、第24駆逐隊は、第2航空戦隊、空母、カガに編入される。カガ以下、第2航空戦隊は中国大陸沿岸部で、 活動した。12月1日、第24駆逐隊は、第1水雷戦隊に編入される。同月から翌年にかけて、南京攻略戦に伴う様子校訴状作戦に従事した。1938年、昭和13年10月5日府で、野間口少佐は、駆逐艦浦波艦長へ転任。後日、駆逐艦夏潮初代駆逐艦長等々を歴任。 吉川清少佐が本館に2代目館長に任命された。吉川は9月15日まで駆逐艦や余意町。また12月15日府で第24駆逐隊司令級走米次郎大佐は潜水母館長芸館長へ転任する。公認の24駆司令は中川博大佐となった。1939年昭和14年10月15日府で甲府駆逐艦長。 横井実中佐が、駆逐艦浅潮を艦長に転じたことに伴い、吉川中佐は白津夕型二隻、山風、甲府艦長兼務を命じられる。11月15日、豊島俊一少佐、当時、駆逐艦博士艦長が、本艦三代目駆逐艦長に任命される。この人事に伴い、吉川清中佐は、甲府駆逐艦長に専念することになった。 1940年、昭和15年10月19日で、中川、二四区司令は、十順洋艦古高艦長へ転任。後任の二四区司令には、松原博大佐、当時、第27駆逐隊司令が任命された。11月15日、第24駆逐隊は、第二艦隊、第四水雷戦隊、司令官、西村昌司少将、機関、中に編入された。 1941年、昭和16年2月3日、有明海東法で訓練中に、山風は、両艦、両風と衝突、山風は、艦首下株を失う損害を受けた。この頃、影楼が宅地区艦16番艦、嵐が、舞鶴海軍交渉で巡工した、同年1月27日、山風の艦名を漢字で縦書きすると、嵐と読めるため、二隻。 山風、嵐の間で、郵便物の誤配送が多発。山風側は、山と風の間を開いて、各くを要請している。また、嵐側も同じ悩みを抱えており、同館が所属する第四駆逐隊、駆逐隊司令、有賀が工作大佐は、官名に振り仮名を添付して、嵐と表記するよう通達した。七月十五日府で、第十四駆逐隊司令は、 松原博大佐から平井康二大佐に交代。9月10日で豊島山風駆逐艦長は駆逐艦磯風艦長へ転任。駆逐艦菊月艦長や駆逐艦初下艦長を歴任した浜中周一少佐が豊島の後任として山風駆逐艦長に任命された初下艦長は浜中から古浜少佐に交代。月日で第駆逐隊は 第3艦隊司令長官、高橋坊中将の指揮下に入り、フィリピンの戦いに従事すべく、日本本土を出発した。1941年、昭和16年12月8日の太平洋、戦争開戦以後、第24駆逐隊、駆逐隊司令飛来大佐は、南方部隊に属しレガスピー上陸作戦、ラモン湾上陸作戦に従事。1942年、 昭和17年1月から、ライン部隊に属したラカン攻略作戦、バリックパパン攻略作戦、マカッサル攻略作戦、スラバヤ攻略作戦、パナイト攻略作戦等のライン作戦に参加した。タラカン攻略作戦の際、本艦はオランダ軍のキライフセツ艦を撃沈した。経過は以下の通り、1942年、昭和17年1月12日朝、 カラカン島守備隊降伏の報告を受けた第四、水雷戦隊司令官、西村昭治少将、慶潤、中、第2駆逐隊、村雨、夕立、春雨、さみだ第9駆逐隊、朝雲、峰雲、夏雲、第24駆逐隊、海風、高風、山風、両風は、指揮下の第11.30総解隊に、高校の嫌い除去を命じた。 総会を開始した総会艇部隊に対し、秘匿されていた陸上砲台が砲撃を開始、約5から10分のうちに総会艇13号14号を撃沈第11総会隊司令を含む156名が戦死した。機雷不接海面かつ短時間で決着した砲戦のため、中以下の第4水雷戦隊各艦は戦闘を見守ることしかできなかった。同日夜、 山風は、タラカン島と、ブニュー島の間で脱出を試みたオランダ不接艦、プリンスファン・オラニエを発見し、第38号小海底、旧、もみがたく畜艦、ヨモギと共に、オラニエを撃沈、オラニエの生存者5名を救助した。山風の勝利は、タラカン攻略部隊全員の指揮を高揚させ、同時に、ランイン方面における初の水上艦同士の、交戦でもあった。 2月4日、セレベス島、スラウェシ島マカッセル方面で、米潜水艦、スカルピンが、姉妹艦、両風を来撃する。同艦は大破。しばらく戦線を離脱した。2月11日、山風は、スラウェシ島、マナド沖合で、浮上潜水艦を発見、砲撃による撃沈を報告した。24日、駆逐艦、雷は、敵潜水艦の撃沈を報告した。 米潜水艦シャークは山風か雷のどちらかに撃沈されたとされる。アメリカ軍は山風による撃沈と認定。2月22日よりに四区二隻山風、甲風は第五戦隊の指揮下に入り、同部隊に所属してスラワヤ沖海戦に参加した。本海戦直前、第24駆逐隊山風、甲風は第五戦隊部隊指揮官、 第5戦隊司令官、高木武夫少将、第5戦隊、那智、羽黒、第7駆逐隊、第1小隊、塩、さざ並に所属して航行していた。連合国軍艦隊との交戦直前の2月27日17時30分、第2水雷戦隊、司令官、田中雷蔵少将、機関人数、第16駆逐隊、摂風、初風、時津風、天津風が、 第5戦隊と合流したので、高木司令官は四季駆逐艦4隻、山風、甲風、潮、さざ波を第2水雷戦隊に臨時編入する。第1次ヒル戦、第2次ヒル戦で、第5戦隊、第2水雷戦隊、第4水雷戦隊は、魚雷98本を発射したが、戦火は、魚雷攻撃で、ラク駆逐艦コルテノールを撃沈、第9駆逐隊、朝雲、 ミネグモの砲撃による、駆逐艦、エレクトラ、a g MS、エレクトラの撃沈のみであった。両軍が互いに相手を見失った後、高木司令官は2隻、山風、甲風を第2水雷戦隊から第5戦隊指揮下に復帰さた。3月1日、4隻、那ハグロ、山風、甲風は、脱出を図るイギリスの十十二洋艦エクセター、駆逐艦2隻、 ポープ、エンカウンターと遭遇。従順二隻、妙光、足柄、駆逐艦二隻、雷、明け及び空母流上艦載機と共同で連合国軍艦艇三隻を撃沈した。同戦闘で山風はエクセターに対し魚雷二本を発射、また敵軍の魚雷一本が艦艇を通過したと報告している。各艦は弾薬をほとんど打ち尽くしていた。 残念量が乏しい中、山風は、エクセターの生存者67名を救助。甲風が救助していたランケージンジャは、HNLMS ジャバの生存者37名も、山風に収容された。また、山風と共に、A 艦隊と交戦した第6駆逐隊、雷、駆逐艦長、工藤俊作少佐、電、駆逐艦長、竹内はじめ少佐も、 多くの英国軍艦の乗員を救出した。山風は、甲風たちと分離して、マカッサルへ向かった。3月3日と5日、に四区、山風、甲風は、それぞれ、第五戦隊の指揮下を離れた。4月10日、第24区駆逐隊は、第1水雷戦隊、司令官、大森千太郎少将,将、機関、阿武熊に編入された。4月30日、 警戒部隊編入。フィリピン攻略作戦に従事した後、6月上旬のミッドウェイ海戦における第1水雷戦隊と第3水雷戦隊、機関川内各部隊、各艦は主力部隊及び警戒部隊第1戦隊、山と長と道の区、第2戦隊、伊勢、日向、山城、不装第9戦隊、北上、大井、包昌、 チヨダ、日清、燃料補給部隊の護衛に従事する。ミッドウェイ海戦当日の第24駆逐隊は、第9戦隊司令官、岸福祉少将、機関、北上を指揮官とする警戒隊、第9戦隊、北上、大井、第24駆逐隊、海風、甲風、第27駆逐隊、夕暮れ、白露、しぐれ、第20駆逐隊、甘霧、朝霧、 ゆう里白雲に所属。第一艦隊司令長官、高須志郎中将時期卒の警戒部隊、伊勢、日向、山城、ふそと行動を共にする。山風は、第二補給隊の特設給油艦2隻、桜メンテ、丸、東亜丸を護衛した。6月17日、第二戦隊、ふそ山城、伊勢、日向、第九戦隊、北上、大井、護衛艦,艦艇。 第20駆逐隊、切霧、夕霧、朝霧、白雲、第24駆逐隊、高風、海風、山風、第27駆逐隊、しぐれ、白露、夕暮れは、横須賀に到着した。1942年、昭和17年6月21日、第2水雷戦隊、神通、摂風、天津風、時津風、初風等が横須賀に到着。 一方で、横須賀在博の各艦、しぐれ、白露、甲風等も、翌日からの第二戦隊、輸送、山城、伊勢、日向、第九戦隊、大井、北上西日本海港護衛任務のため横須賀を出発する。同日夕刻、山風は、川崎型輸送船2隻、新国丸、日本岸を護衛し、大港へ向け、横須賀を出発する。 6月23日午前11時30分、山風は大港に入り泊。午後1時、山風は大港を短観で出発、柱島内海西部に向かう。だが19時45分の連絡を最後に消息を断った。6月25日、輸送船喜びを丸越え中の駆逐艦博風、第34駆逐隊は浮上中の潜水艦を発見。 落雷攻撃を行う。午前4時20分、博士は1000メートル離れた地点に山風とお星菊駆逐艦を発見、共同攻撃を依頼した。同日、山風は東京湾沖でアメリカの潜水艦ローチラスの雷撃により撃沈される。浜中艦長以下乗組員全員が戦死。日本海軍の戦死認定は6月23日付。 アメリカ軍による沈没地点記録は、ノーチラスは沈没する本館の写真を撮影しており、一番砲塔に日の丸が描かれていることが確認できる。横須賀鎮樹府では本館遭難状況について以下のように記録している。日本海軍は7月上旬に山風が行方不明になったことを悟り、各方面に捜索を依頼。 関東地方の航空隊が対戦紹介を兼ねて捜索を実施したが蒸気のように手遅れだった。また襟も岬受け合いでも兵員用の机らしき、木片が見つかったため、大港防備隊より、解剖艦八条等が調査のために出動している。7月14日、第24駆逐隊、海風、航風、洋風は、第2水雷戦隊、司令官。 田中雷蔵少将に編入され、行方不明になった本館も、書類上は、同水雷戦隊に所属する。7月30日府で、第24駆逐隊司令は、平井安二大佐から村上信幸助大佐に交代。平井大佐は8月15日府で、慶順・夕張艦長に任命された。8月20日、駆逐艦・山風は、帝国駆逐艦席。 第24駆逐隊白露型駆逐艦のそれぞれから除籍された。9月2日、第2次ソロモン海戦後の消極的な行動で、連合艦隊や第8艦隊の不況を買っていた村上大佐も第24駆逐隊司令を降鉄される。公認の2四駆司令は、駆逐艦、時津風艦長、中原義一郎中佐、白露型4番艦夕立初代駆逐艦長となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。